あ、エンジュ、あなたもここに来たのね。ええ、ちょっと怪しい男を見つけたのよ。その塀の影から向こうの通りをそっと覗いてみなさい。物音を立てないよう注意するのよ。あの男、さっきからこの辺りをずっとうろうろしてるのよ。そう、しかもね、ちょっとあの男のさらに向こうの通りを見てみなさいよ。なるほど。思っていたよりも一軒一軒の屋敷の敷地は広いようですね。他の通りはどうでしょうか。引き続きこの辺りを見て回りますよ。は。わからない。でもあの男はどうやらあの二人組の後をつけてるみたい。しかもあの二人組、武家町を見て回ってるみたいなんだけど、ただ見て回ってるってだけじゃないのよ。道幅や塀の高さなんかも調べているみたい。これってもしかして盗みの下調べなんじゃないかしら。そう、あの二人組、もしかしたら石川五右衛門の仲間かもしれないわよ。そしてあの男は私たちのように石川五右衛門を探るよう依頼された忍びなんじゃないかしら。し、声が大きいわ。とにかく目を離さないようにするのよ。失礼いたします。お屋敷に戻られた方が良いかと。ん？どうしてです？今日は別に何の予定もなかったはずですよ。先ほどからこちらをつけている輩がおりますので。そうですか。ならばこうしましょうか。どうです？面白そうでしょ？面倒なことになったらよろしく頼みましたよ。御意。やっぱり男の方は二人組の後を追ってるわね。私たちも追いかけるわよ。あ、でも町人に知らせた方がいいか。ちょっと私、町人を探してくる。エンジュ、あなたは後を追って。どうです？後ろの様子は。相変わらずついてきています。そうですか。ならば、そろそろ頃合いですかね。よろしく頼みましたよ。御意。さて、うまくいきますでしょうかね。
娘、貴様も仲間か。抵抗しないのか。先ほどの男の様子を見ていたのなら賢明な判断と言えるが。この状況でそんなことを言うとは、随分肝が据わっている。だがお前が怪しいことに変わりない。待ちなさい。は。倒れている男からは後から話を聞くとして、さて、お前はこの男の仲間ですか？ではどうして私たちを覗き見ていたのです？後をつけるなんて穏やかではありませんね。お待ちください。エンジュ、大丈夫？私の配下が迷惑をかけました。申し訳ありません。長次郎か。お前の配下ということは、こいつは甲賀の忍びだな。京の都で何をしている？石田三成に何を頼まれた？答えろ長次郎。忍びに任務の内容を問いただすのは酷というものです。控えなさい、半蔵。御意。お心遣い、感謝いたします。え、半蔵って、あの服部半蔵？嘘でしょ？どうしてこんなところに？ちょっと待って、半蔵といえば忍びなら誰もが知る最強の忍び。徳川家康に仕え、徳川忍び組を率いる長。その半蔵がここにいるということは、このお方はもしかして。おや、バレてしまいましたか。これは困りましたね。徳川家康、五大老の一人の？お前たち、静かにしなさい。いいえ、もういいですよ。それにお前は、私を助けようとしてくれたのではないですか？どういうことでしょうか？そこに倒れている男がずっと後をつけてきていたので、わざと私一人になったのです。案の定、私が一人になったところで、その男が切りかかってきたのですが、その時、この娘が手裏剣を投げたのですよ。手裏剣を？それで、お前は尾行していた者の前にのこのこ姿を現したのか。ふん。長次郎、お前は一体どんな教育をしているんだ？
こんな稚拙なものが忍びなど、甲賀も質が落ちたな。申し訳ありません。ハンゾ、そんなに睨まなくてもいいではありませんか。睨んでいるつもりはありません。そうですか。しかし、ただでさえ目つきが悪いのですから、気をつけなくてはいけませんよ。忍びとして、この娘の行動は軽率だったかもしれません。ですが、私を助けようとしてくれたのも、また事実です。そもそも私は何の被害も受けていませんから、そのくらいにしておきなさい。御意。あなたたちも頭を上げなさい。はい。兄様、長次郎、その娘は一体。はい、私のいとこ、甲賀人が長、上野感動の娘、円珠です。なんだと。そうでしたか。ところで、貴殿の名は長次郎というようですが、伊賀の桃地家の。はい、私は今は亡き伊賀の王佐、桃地丹波の息子、長次郎でございます。そうですか。伊賀の乱のことは伝え聞いています。かつての主君信長公のしたこととはいえ、あれはあまりにもむごすぎましたね。止めることのできなかった自分の非力さが悔やまれますよ。もったいないお言葉です。あれも時代の流れ、仕方のないことだと諦めております。それに、私も含めてわずかに生き延びた伊賀の忍びたちは、甲賀に取り込まれることで、忍びとしての存続を許されています。どうぞご心配なさらずに。そうでしたね。かつては憎み合っていた両者が、今は一つとなっているのでしたね。とても素晴らしいことだと私は思いますよ。ありがとうございます。それにしても、まさかお二人がすでに京にいらしていたとは。江戸の町づくりの参考のため、伏見城の周りをゆっくり見て回りたく思いましてね。半蔵と共に、少し早めに京へとやってきたのです。公には、まだ京へと向かう途中、ということになっていたのですが。家康殿が狙われたということは、その動向を掴んでいる者たちがいるということ。くれぐれもお気をつけください。ありがとう。まずは屋敷に戻り、その男から事情を聞くことにしましょう。さて、すっかり長話をしてしまいましたね。そろそろ戻ります。ハンゾ、行きますよ。ハンゾ、どうしたのです。いえ、何でもございません。失礼いたしました。参りましょう、家康様。服部半蔵様だけでも驚きなのに、徳川家康様まで一緒だなんて。私、緊張でどうかなりそうだったわ。それにしても、あの男は何だったのかしら。
まあそれは家康様の方で尋問するんだろうし、私たちが考えたところでどうしようもないわね。それにしても御大老ともあろう方が自らおとりになるなんて考えられないわ。家康殿は御大老の中でも少し変わっていることで有名だ。それに自らおとりになったのも半蔵殿を信じているからこそできたことだろう。そんなもんなのかしら。私には理解できないわ。何にせよ私たちの任務は変わらない。石川五右衛門の標的となった屋敷を特定する、それだけだ。わかってるわ。じゃあ私は武家屋敷あたりをもう少し探ってくる。じゃあね。どうした、不安か。そうか、では私も行こう。ん、どうした。そうか、なら行くぞ。それで、なんとその二人組が、あの徳川家康と服部半蔵だったのよ。家康って五大老のだろ。しかも半蔵までって。まあ五大老の会議も控えてるし、そんな大物たちが来てたら、そりゃ京の町も騒がしくなるよね。しかもその会議で、秀頼の後見人を発表するって話だし、誰を選ぶかによって、今後の世の中も、変わっていくだろうね。そんな中、五右衛門まで京に潜伏してるって言うんだから、しばらくは落ち着きそうにないわね。今頃、五右衛門に狙われてるお屋敷の人も焦ってるんじゃない?武家町では、兵の補強工事をしている屋敷もあると聞いた。へえ、どの屋敷なんだ?桐生、下野、八須賀、元宮の四軒。五右衛門が予告状を投げ入れた屋敷かはまだわからないが、でもかなり的が絞れたんじゃねえか。今の時期に塀を工事するなんて、五右衛門に入られるのをビビってるって言ってるようなもんだろ。まあそれはそうと。円寿様は大丈夫でしたか。調査中におかしな輩には会いませんでしたか。あっと、俺見たぜ。昼間男と二人で甘味どころにいただろう。しかも男前の兄ちゃん。え、ちょっとそれどういうことよ。ふーん、声でもかけられたの。俺心配だな。円寿って世間知らずだし、騙されたりしないかな。やはり俺がこっそり後を。ごめん。こんな夜に誰だよ。娘、長次郎はいるか。どうされましたか、半蔵殿。話がある。時間を取れるか。わかりました。すぐに参ります。円寿、皆には先に休むよう言っておきなさい。
あれ、町に出かけたの？そうなんだ。じゃあ俺もちょっと出かけてこようかな。うん、ちょっとやぼよ。感動様から言いつけられてさ。じゃあ行ってくるね。